回はポジティブグリッドのスパーク40とパスファインダー10を鳴らし比べていきたいと思います。新進気鋭最新サウンドのこのポジティブグリッド、今までこのスパーク40とスパークミニのねレビューをさせていただきまして、ボスのデュアルキューブとかあとニューエックスとかとね鳴らし比べてみたんですけれども、ちょっとねやっぱね頭一つ抜けてんのがこのポジティブグリッド。やっぱね音いいんすよね。まあ賛否ありまして、デジタル臭さがちょっとっていう人もいるんですけど、やっぱね音の強さだったりとか耳なじみとかを考えたらね、やっぱねちょっと頭一個抜けてんなっていう感じはします。まあそんな中ですね、一昔前にめちゃめちゃ売れていたこのパスファインダー10、ゴリゴリのアナログですね。ちょっと異色なこの2機種をですね鳴らし比べていきたいと思います。個人的にはパスファインダー10と MS50G があれば、まあ家で弾く分には全然十分だろうと今まで思ってました。まあ、ただねこのポジティブグリッドを鳴らしちゃうとやっぱこれいいなって思っちゃうんですよね。でもですね僕はねこっちをね押していきたいと思いますよ。ではではまずはですねポジティブグリッド、まあ、何度も聞いてはもらってるんですけれども鳴らしていきましょう。ちょっとモジュレーションかけてみます。感じでね、カメラを通してでも芯の強さとレンジの広さでローがぼやけなくてハイの抜けもいいっていうね、いや本当に素晴らしいと思いますよ。まあ、ただたださっきから言ってるようにデジタルがちょっとっていうそういう方もいらっしゃるかと思うのでパスファインダー行ってみましょう。いや本当ね個人的にはねパスファインダーって大好きなんでね頑張ってもらいたいですよ。まあ、ただこれだけだと弱いんで今回応援として MS50G こちらを使っていきましょうね。 MS50G のアンプシミュレーターに期待しましょう。最近はずっとねハイワット使ってたんでねあんま鳴らしてなかったんです。セット完了です。おこれね生音っていうか裸の音です。全然悪くないですね。いいっすね、頑張ってますね。これに MS50G のモデリング、これねフェンダーっすね。ちょっとねローを上げました。ド
どうすか、全然負けてないんじゃないですか。いいんじゃないですか。続いてマーシャルのモデリング。悪くないと思うんですけど、じゃあ MS50G を切ってボックス自体のオーバードライブ歪みでいきましょうか。まあこれはね、賛否あるかなとは思うんですけど、逆に今だからこそね、ありな感じが。これなんかホッとする歪みですよ。感じでございました。いかがでしたでしょうか。まあ、やっぱねスパーク40はねいいっすよね。いいと思います。本当に素晴らしいと思います。モデリングもねめちゃめちゃ豊富なんで、アプリ使えばもっともっと音詰めることができるし、フットのスイッチもあるんで、まあ、使い方ねめちゃめちゃいいと思います。まあ、それに比べてこのボックスは、まあ、特にね何の機能もないっていう感じなんですけれども、まあ、お安めなマルチ、アンプシミュレーターが入ってるようなマルチが1台あれば、僕的にはね全然十分遊べるなっていう感じはします。いいと思いますよ。まあ、できればね、まあ、楽器とかこういう機材はね安くて長く使えればね一番いいなっていうのが僕の願いではあります。まあ、ただただねやっぱねポジティブグリッドは、まあ、何度も言うけどちょっとここ最近ではね頭一つ飛び抜けてますね。まあ、今まではヤマハの THR に追いつけ追い越せみたいな感じだったと思うんですけど、今段階ではねもう周囲がね入れ替わってるような感じがしますよね。まあ、今後の機材の進化に期待しております。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。